はようございます。おはようございます。おはようございます、セックに来ていただきました、はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。初めての僕のインタビュー、緊張してます。本当？いえ。どっちですか？緊張してない。すいません、失礼しました。今だって賞金も今9位。あ、そうですね、はい、うん、正確に言うと8552万。おお、もうちょいだね。どうしたら1億だね。あ、1億、あ、そうですね、絶対1億だよ、本当に。セカンドからもちょっと目指したいとこですし、ね、はい、もう少し頑張りたいです、うん、はい、じゃあここでやっぱり優勝しとけばかなり、この後あれか、チャレンジの斡旋が出る。あ、そうですね、はい、ね、チャレンジも一応入る予定なんで。そうだよね、明日、はい、明後日ぐらい出るのかな。そ、あ、そうですか、うん、1日に一応決まるか、決定はね、はい、はい、それも頑張ってもらわなきゃいけないけど、はい、その前に玉川でね、あ、今節頑張りたいですね、はい、玉川好きなレース場なんで、うん、はい、まずは優勝目指して頑張りたいですね、はい。この間ほら、ダービーからこの間って時間2日ぐらいしかなかったけど、どうなの中井さん。ゴルフコンペがあって、うん、チャリティーの、うん、それでヘトヘトになっちゃったんで、もう昨日はもう死んでました。あ、そうなの。じゃあ昨日は1日ゆっくりでした。あ、そうですね、はい、ゆっくりしました。あ、そうか、はい、じゃあ今日は万全、今日あ、万全の状態で来れたんで、はい、よかったです。じゃあ玉川頑張れるね。はい、しっかり頑張ります、はい、じゃあ応援します。じゃあちょっとそこに気になるリュックサックがあるので、くまきゅんのちょっと早い私物チェックいきますか。見せていいもの、見せちゃいけないもの、あのモザイクもかけますんで、ぜひ。自分全然もう、どうですか熊谷さん、はい、あ、普通。ラムネ。あ、もうね、大事ですよね。水。あ、普通。普通っていうのもなんか失礼です、すみません。あ、これなんだ。え、大丈夫ですかそれ。これ。あ、普通。いいんじゃないですか。あ、それは。何これ、ノコギリ足。何足ですか。してさ、下半身にいいやつじゃないの。ノコギリ。活力ですね。活力、生きる活力なんで、はい、これは。最終日、はい、最終日に合わせて飲んでる。いや、そんなことないですよ、あの毎日ちゃんとあの定期的に、はい、そうです。聞く、初めて聞く。わかんないですけど、一応、まあ、元気なんで、うーん、いいんじゃないですかね。下半身が検索してみよう。下半身がこれは何ですか。これはあれか、レースの。あ、これは手帳ですね。手帳、はい、手帳こうやってね、選手一応あ手帳と、これ一応あれでしょ、レース用のやつ書いてる。なんていうの、あ、なんとなく書いたり。あ、そうなんですね、手帳。どのくらいっすよ、自分は。つまんないっす。意外と真面目なリュックサックの中身でしたね。はい、ノコギリ足しかなかったっす。ノコギリぐらいです。ノコギリ足十分じゃないですか。十分っすよね。ね、そこで私物チェックもあるのにね。こんな顔でノコギリ足飲んでます。ね、意外とちょっと検索してみよう。はい、でも30になるんで、自分も。はい、あれ、まだ若いじゃないですか。ちょっと衰えてきた。いや、もう、はい、それを感じるんで。そうなんだ。そうか。何も言えないですけど。いや、ありがとうございます。そんな、すいません、はい、私物チェックまで。じゃあ、この後もたまに頑張ってもらって。いいですか。あ、でももう可愛い、お顔に可愛い、 その耳つぼをつけていただいて。あ、ね、あ、そう、あ、それであれなんですね。そうなんです。あ、私実はついてます、頭に。普段からつけてるからなと思ってて、あ、二人で可愛く頼むわ。あ、ごめんね、俺持ってやる、持って。あ、すいません。いいですね、これも。少しタイム。あ、じゃあ玉がちょっと、あ、可愛い。抱負をこれから、明日から、はい、いや、俺の顔見なくて , 笑ってんじゃねえよ、お前。うるせえや。ずっとつけたままでいい。うるせえ、いい。はい、はい、ではファンの皆様にメッセージお願いします。はい、節間優勝を目指して頑張りますんで、応援よろしくお願いします。応援しちゃってください。それでは最後にドチャンコポーズ、はい、これ知ってる。ドチャンコってやつ。ありがとうございます、はい、せーの、ドチャンコ。関選手でした、ありがとうございました。ありがとう、ありがとうございました。